知恵先生が一番可愛い。皆さんこんにちは、ゆめぞうです。今回は日暮らしの泣く頃に5、8話の感想考察を、語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。またこのチャンネルではアニメの感想の他にもアニメのネタバレ、アニメのランキングなどを動画上げておりますので、自分もね、知恵先生と一緒にカレーを食べてイチャイチャしたいなという方は、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、早速語っていきましょう。もうね、今回はね、考察のしがいがめちゃくちゃある話でしたね。いや、なんか久しぶりにこう頭を悩ませるというか、日暮らしらしい話でしたね。最後にギュッと詰め込んできた、やっぱり。いやー、もうね、誰が誰だか、もう本当に頭が混乱する話でしたね。いや、もうみんな分かる見た人分かると思うんですけども、まあちょっとね、話の、まあ、内容を沿いながらちょっと話していきたいと思うんですけども、まずリカちゃんがいなくなります。リカちゃんいなくなっちゃうんだね。前回、赤い目をしたリカちゃんがケイイチのことをね、まあ、罵倒というか、お叱りを受けていたケイイチだったんですけど、あのあとね、なんかいなくなっちゃったらしいんだよね、うん、でケイイチはそのことを知らずで、でケイイチが動揺してると、サトコが言い寄ってくるんだよね。でケイイチくんいたよねみたいな、ケイイチさん一緒にいましたよねって言うんだけど、うん、なんでさとこみたいな、ちょっとここ疑問というかね、不信感、うん、なんかいつもとさとこも違った様子だったし、でなんならさとこさ、あの時リカちゃんとケイチが話してたところを見てて、ボールをねケイチにぶつけて、ちょっとケイチにこう助けるような、うん、一緒に遊ぼうみたいな感じで、で一緒に遊んでたはずだから、ケイチをなんで怪しんでるんだろうなっていうのをそこちょっと思った。それともその遊んだ後にちょっと時間が空いてたから、そこの隙にあやったんじゃないかって怪しんでるのか、うん、まあでもその後にミオンなのかシオンなのか、うん、まあちょっと正直、まあ自分こう言っちゃうと、これ全部シオンだと思ってるんですよ、うん、全部がこっからの、出てくるのは全部シオン、ミオンのふりしたシオンだと思ってるのをシオンと言いますね、うん、シオンがでも作業着の人とリカちゃん話してたよって、まあ、作業着の人と話してる姿を見ていたんだよね、うん、で、みんなでね、リカちゃんの捜索を始めるんですけども、ここで出ますよ、あのはしごガタガタ、はしごガタガタ恐怖映像もうね、あのシオンと、ケイチがね一緒に探してるところで、でなんか屋根になんか怪しい人がいたっつって屋根に登らせようとするんだけど、で梯子を使って登るわけじゃん、ケイチが。でその梯子を掴んで、まあリカちゃんが悪いと、リカちゃんが悪いんだって、もう違いない違いないみたいな感じで発症してんのかね、多分あの目見る限りでは、発症してるんだよね、シオンが。シオン発症してて、もうガタ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 って揺らすんだよね。ケイチが乗ってる梯子を揺らすんだ。なんでケイチに八つ当たりするのかちょっとわかんないけど。なんかもう、ぶつけたかったなら、不満っていうかストレスをね、うわーってやってる時に、知恵先生助けに来ます。どうしたのって言って、めっちゃ可愛いやん、知恵先生。ほんと天使。先生が一番安心するわ、見てて。うん。で、まあ、そんな感じがあったんだけど、まあ、下校します。下校してる途中もね、また怪しい作業着の人たちが、映ります。だから多分これはシオンとケイチを監視してるんじゃないかなと、うん、思います。多分作業着の人たちはリカちゃんとつながってると思うんですよ。リカちゃんとサトコ、まあ、リカちゃんはサトコとつながってるし、で、そのリカちゃんともし作業着の人たち、まあ、がつながってるとしたら、作業着の人たちとサトコもつながってることになります、うん、まあ、多分つながってると思う。で、シオンから電話がかかってきて、ケイチ呼び出されます。うちに来てくれないか、まあ、最初はあの水車の前に来てくれって言うんだけど、まあ、まあ後々、その後にまあ自宅にも連れて行かれるんですけども、それでね、あの着物を着た、あのもうマジモードというか投資モードになったシオンかな、多分ね、まあ、シオンだと思うんだよ。もうシオンだと言い切る俺は、うん、でサイグレンに入ったことを打ち明けます。いやごめんと、
俺が悪いことしたのが分かってるけど今更だけど謝る、ごめんって言って圭一は素直に謝ります。でここで、まあ、あのシオンは、まあ、私は味方だからと、私だけは信じてくれってね、俺を信じる、お前を信じろみたいな、神のみたいな感じでお前を信じる、俺を信じろみたいなね、だからお前は俺を信じろみたいなさ、あの二人のね信頼関係、うん、まあまあシオンだと、シオンはね、まあ一緒に入った仲だし、で圭一を守りたいと思ってる、気持ちも本当にあると思う、うん、だからまあ圭一だけは守りたいんだよね多分、うん、で、なんだかんだ拷問部屋に連れてかれます。うん、拷問部屋でちょっと違うなと思ったのが、まあ、村長がね見えなかったんだよね、その時には。その時見えんかったから、あ、村長生きてんのかなってちょっと思ったんだけど、うん、ね、違ったんだよね。でまあ、怪しいね、その拷問部屋に持ってって、あのなんかここなら1ヶ月暮らせるよとかね、要はなんか設備整ってるよとか安全だよってね、なんか若干なんかちょっと含みを持たせた言い方で、ケイチを誘導していって、ケイチ閉じ込めあ、やっぱり、ね、閉じ込められんかっていうね。そこでしかもなんかモニターみたいなのもあるんだよね。食料もあるし、トイレもあるし、でもなんならそのなんか外と通信連絡も取れるのか、モニターとか監視カメラも、あるようなね、ちょっといい設備、なんか生活感があるようなところだったんだよね。で、そこで閉じ込められて、まあ、もし何かあったとしても、私が監禁したことにしてくれっていうことにね、まあ、ここなら絶対安全だからって、うん、言って、圭一を閉じ込めます。だから本当、圭一は守りたかったんだろうね。うん、だからそこで1ヶ月暮らせてくれみたいな。で、まあまあ、責任を持って私が終わらせるからと。全部私がやるって言って、もうマジでやる気なんだよね、シオンは。で、ここでちょっと、ここちょっとね、若干ミオンかなって思ったんだけど、エピソードがあって、その人形をあげた最初のところ、ゲームの大会で、人形をあげたところが、まあ、やっぱ分岐点になってて、そこでやっぱ、私は女の子と認めてくれて、すごい嬉しかったと。私もケイちゃんが大好き。だから守りたいんだって、まあ、言ってて、まあ、ここもしかしてミオンなのかなって揺らいだんですけど、まあ、ここね、まあ、俺の考察だと、まあ、ミオンがそう、思ってたのは本当だと思うんだよ。本当だと思って、で、それは、ミオンの気持ちとかそういうのは全部シオンは聞いてたわけですよ。だから、シオンを殺し、あ、ミオンを殺してましたシオンは、せめてその気持ちを、まあ多分、ケイチに伝えたかったんじゃないかなというところで、まあ実際ミオン、多分シオンもケイチのことは、まあ若干好きだったのかな、多分。まあ、多分今はケイチ、まあまあ、ケイチも好きだし、で、まあ、ミオンの気持ちも組んでやりたいっていうのは多分多少あったんだと思う、うん、で、まあ、そんな感じの話をしていたら、なんか警報みたいなアラームが鳴ってモニターを見るんで、そうするとまあ誰かが来た、あ、そう来たか、なんか意外だなみたいな感じの反応をして、銃を取り出してミオンは、あ、シオンはどっかに行っちゃうんだよ。で多分ここをサトコとその作業着の人たちどっちも映ったんじゃないかな、だから一緒に来たんじゃないかなと思うよね、サトコとその作業着の人たちが。でそれを見て銃を持ってったんだと思う。もしサトコが一人、サトコ一人だけを見たとしたら、そのなんだろう、銃を持っていくってことはないと思うんだよ、さすがにね、素手でも勝てそうな感じだし、もしリカちゃんをね、まあ、もしじゃない、まあ、リカちゃんをね、その秒で殺すようなね、シオン、実力者だから、まあ、サトコもね、同じようなもんだと思う、うん、だからパッパッと殺せると思う。でもそれで銃を持ってったってことは、その山犬、まあ、山犬、まあ、作業着の人たちも一緒に映ってたところを見たんじゃないかなと、うん、思うんだよ。で、まあ、これちょっとその後シオンを追っかけて圭一が行くんだけど、鉄格子をさあのタックルでぶち破るっていうね、もうすげえな、で1ヶ月ここで大丈夫だからみたいな感じの言ってたのにボーンって圭一頑丈だな、鬼騙し編でも頑丈だったけど本当に頑丈なのかもしれないってちょっとね、まあ、でもさすがに鉄格子は、鉄格子は大丈夫だったけど、鉄扉、あれはさすがに無理だったね。あれはもうさすがに無理よ。で、それぶつかりまくって血だらけになって意識不明になるっていうね。いや、やめとけよ、そこまで進んの、本当にさ。でも血だらけになるってことはさ、頭ぶたねえと無理だろ。さすがに肩だけ打ってあんな血だらけにならんわ。さすがにならんだろ。
意識不明にもならんわ。で、まあ、まあたまたま警察が近くにいたってことで、警察に助けられるんだよね、圭一は。でもたまたまっていうのもおかしいと思うけどね、まあ、多分圭一のこと見張ってたんだろうね、大石さんが。心配っていうのもあったし、まあ、多分圭一がその西郷殿に入ってたってことも分かってたから、なんか殺されるかもしれない、失踪するかもしれないっていう意味もあって圭一を多分監視していて、それで銃声が鳴ったからすぐ駆けつけてきたんじゃないかな。で、まあその大石さんに、話を最後に聞くんだけど、まあ、実は井戸におばあちゃん村長シオンの死体があったということだったんですけど、多分まあこれは、シオンじゃなくてミオンの死体だったんじゃないかなと思います。で、まあおばあちゃんと村長は、シオンが殺したはずです。まあ、おばあちゃんはね、まあ憎んでたっていうか、まあ、憎んでたのかな、あんまシオンがおばあちゃんのことよく思ってないだろうし、まあ村長も、ひなみざわの人間ということで、まあ最後でに入ったシオンを、まあ、許さないみたいな、結構そういう派の人間だったので、それで殺されたんじゃないかなと、まあ、前作で言うとね、そういう動機だったので、まあ、同じ感じかな。で、リカちゃんは学校で死体が見つかりましたと。まあやっぱり、あのみんなで捜索していた時で、はしご揺らした時にあの近くにやっぱり、リカちゃんがいた。でリカちゃんがもしかしたら自分で死んだのかなっていう一瞬思ったんだけど、あそこ鍵かかって密室になって閉じ込められてたんで、さすがに自分で殺し自殺してわざわざ密室に死体を隠す理由がないと思うので、まあ誰かが、まあ、誰かっていうか多分シオンだろうね、シオンを殺して閉じ込めたと思います。で、最後やっぱ気になるのが、シオンとサトコが、どう、まあ、2人で向き合って死んでた、2人とも殺されてた、殺されたと相打ちになってたのかな多分ね。まあ、誰か殺されたのかもしんないけど、山犬に、まあ、作業着の人たちに2人とも殺されて、そういう風に死体置かれたのか、はたまた本当に2人とも、相打ちになって死んだのか、まあ、前作で言うとシオンとリカちゃんが相打ちっていうかね、向かい合って殺し合うんだけど、今回で言うとサトコが、まあ、リカちゃんの代わりみたいな感じなのかな。まあサトコ的にはシオンにちょっと恨みというかね、サトシくんの件もあるんで、まあサトシっていうのはサトコのお兄ちゃんで、シオンはサトコ、サトシのお兄、サトシのことが、好きだったっていう関係もあって、まあ、昔いざこざがあったわけですよ。だそういうのもあってサトコは、シオンにも恨みあったし、それでリカちゃんを殺したのは、まあ、ケイチかそれともシオンかっていう疑いもあったので、ここで、まあ、突入して2人が一緒になってると知ったのか知らずか突入してきたで殺しあったのかなと思います。でももしかしたらサトコループしてる説が本当にあるのかもしれません。リカちゃんがループしてるだけなのかなと思ったけど、リカちゃんと一緒にサトコももしかしたらループしてるかもしれない。オープニングの謎の美少女ももしかしたらサトコの成長した姿なのかな。まあそんな感じで、8は終わりで、次がもうたたり魂編ということでね、いやここで終わっちゃうんだってすっごいギュッと詰め込んだ、8話でした。まあ俺の考察としては、まあシオンが最初からずっと最後までやっていたということです。でリカちゃんとサトコと山犬、まあ、作業着の人たちが一緒にグルになっていたと。で発症していたのは、シオンだけかな。ケイチは結構冷静だったはず。さすがに今回は発症してないと思うんだよね。ということで、以上8話の感想&考察でした。ぜひあの皆さんの感想と考察も、コメントで書いてください。もうみんなで、意見出し合って盛り上がっていきましょうということでね、次の動画の日暮らしも楽しみにしております。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。